こんにちは、すずらんこみちのすずらんです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今日は本日発売のすみやかさんの新しいカリンバをご紹介していきたいと思います。このチャンネルではカリンバの練習動画や楽譜、カリンバ本体のレビューなどカリンバに関する情報をお届けしております。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。それではどうぞ。はい、すみやかさんから本日発売のカリンバが届きました。ご提供いただきありがとうございました。こちらのカリンバなんですけども、パッケージはこんな感じで無地の段ボールに入っていました。中身を開けていきますと、すみやかさんのソリッドタイプについているケースはこちらの厚手のフェルトでできたソフトケースになります。結構分厚いので保護もしっかりできるんじゃないかなと思います。巾着に比べるとっていう感じですけどね、ハードケースよりは弱いと思いますが、厚みがしっかりあるので少し安心できます。では開けます。はい、こちらが本日発売のカリンバになります。ん？と思った方多分多いですよね。そうなんです、実は前にもご紹介したものをこちらから出してみますが、はい、以前ご紹介したカリンバがこちらの左のものです。で、今日発売のカリンバがこちらになります。さあ、違いは分かりますか？画面越しで分かるのかな、どうですか、分かります？はい、実は以前レビューしましたこちらの左のものは無垢のもので、塗装が何もされてないものになります。で、今日発売のものは同じ松の木の素材なんですけども、塗装がされているものになります。比べておくと若干色が濃いめになってるかなという感じで、塗装自体は半ツヤな感じで、こう動画を撮るにも反射しないのでとっても助かります。変なところにメイドインチャイナとシールが貼ってありますが、これはまあ外してしまいましょう。すみやかさんの話ですと、この塗装のされたタイプは何度かモデル調整があったようなので、結果的にというか最終的にはこちらの無垢の状態と全く同じ形になって、塗装ありのものも発売していただけることになりました。これは私はとっても嬉しいです。無垢の素材だともちろん色の着色ができたりとか、自分でバーニングペンで絵を描いたりとか楽しめることができるんですけども、手の汚れとかがしっかりついていきそうな予感がしています。なのでできる限り早めに蜜蝋を塗りたいんですが、なかなか時間が取れないので、こちらの塗装ありのものを心待ちにしていました。ツルツルとしていてすごく安心感があるというか、とってもいいですね。付属品なんですけども、先ほどのケースとチューニングハンマー、そしてクリーニングクロスと色分けシールと、すみやかさんのオリジナルの金入りの音階シールが3枚ついていました。そしてこちらのすみやかさんの取扱説明書なんですけども、楽譜がすごく読みやすいんですよね。例えばキラキラ星なんですけども、五線譜と下に金が振ってあります。そして五線譜の中にも数字の音階が振ってあるので、カナ音階と数字音階と両方対応できます。とても見やすいですよね。16曲とカノンが2つのバージョンが掲載されています。こちらの楽譜集なんですけども、別売りで音階シール5枚とともに680円で販売されています。こちらの楽譜集とセットで2780円なので、とってもお買い得なカリンバになります。無垢のものと塗装されているものは同じ価格になります。素材も同じ松の木が使用されておりまして、木の木目はそれぞれ個性があると思うんですけども、
キーも全く同じものになります。無垢のものの塗装版といった感じでしょうか。ちなみにですが、住やかさんはこちらの箱型の猫のサウンドホールが特徴的なこのカリンバが一番有名なんですけども、こちらはキーの角度が少し丸みがついています。そしてこちらのソリッドタイプはキーがちょっとまっすぐ気味のものになります。この2台なんですけども、全く同じ形なんですけど、持った感じ無垢の方が重いんですよね。なので重さを比べてみたいと思います。塗装ありの方が 274g、 そして塗装なしの無垢のものが 343g。 お、思ったより差がありましたね。なぜなぜ。じゃあちなみに箱型タイプは 284g でした。この重さの違いがなぜなのかがよくわからないんですけど、詰まってる木なのかな、もしかしたら個体差があって、どちらも軽いものがあったり重いものがあったりするかもしれないんですけども、我が家に届いたこちらの2台の重さはこんな感じでした。ではちょっと位置を変えて、こちらから順番に試走をしていきます。ここにマイクがありますので生音で撮っていきたいと思います。いかがでしたでしょうか。塗装ありとなしの違いなので、正直私の耳ではあまりわからなかったんですけども、住やかさんの話ですと塗装ありの方が若干音の伸びが悪いというか、こもりがちというお話でした。ソリッドタイプは箱型タイプよりもやっぱり高音の伸びがとっても良いので、箱型は中に空洞がある分音はすごく大きいんですけど、なぜか高音は響きにくいという性質があるんですよね。ソリッドタイプはその点は1枚板でできているので音はとっても小さいんですけども、その代わり高音の伸びがとってもいいです。アパートとかで練習するのにちょっと音が気になるなっていう方はソリッドタイプを購入するのが良いかと思います。そしてこの無垢のものと塗装ありのもの、どちらを購入しようか迷った際には、自分でお手入れをしたり色を塗ったり、また蜜蝋を塗ったりして自分で育てていきたいなと思う方はこちらで、そして塗装ありの方は手の汚れもつきにくいですし、ツルツルとした感じなので、私のようなちょっと手がね荒れ気味の方にも優しいのかななんて思います。蜜蝋を塗ってみると色がどの辺まで変わるのかなっていうのがちょっと楽しみではあるんですが、まだ時間が取れずといった感じです。今回はまだ入荷の数が少ないそうなので、
もし今回の販売で調子が良ければ今後も販売してくれるんじゃないのかなという期待も込めて、今回は発売日当日にご紹介してみました。そしてなんと速やかさんからもう一台カリンバをプレゼントしていただきました。こちらの箱になります。とっても可愛いパッケージですよね。販売はされないそうなので、まあ、試作機といった感じでしょうか。開けてみます。はい、こちらになります。速やかさんはお家で猫とコーギーを飼われているそうなので、なのでコーギーなのかなと思うんですけど、可愛いですよね。後ろも音符の模様にワンコが、可愛い、とっても可愛いです。木の厚みがかなり違うからか、とっても軽いんですよね。ちょっと測ってみましょうか、せっかくなので。あ、やっぱり 210g しかありませんでした。とっても軽いです。ちなみに音も一緒に撮っていきますね。はい、こんな感じでした。体感的には音の伸びは販売されているこちらのソリッドタイプの方がすごく伸びています。この木の厚みの差もあるのかもしれないですね。厚みが薄い分音の厚みも薄い感じがします。で、同じ工場で作られているそうなのでキーの素材は一緒です。うん、ね、多少ちょっと伸びにくいと言っても、比べたら伸びないですけどね。箱型ぐらいですかね。こちらまだ非売品ということなんですけど、可愛いですよね。もし欲しい方がいらっしゃいましたら、速やかさんツイッターされているので、ツイッター越しにカリンバ欲しいよってお声をかけてみると、もしかしたら良い方向に進むかもしれないですね、なんて言っちゃいましたが、速やかさんどうでしょうか。可愛いんですよ。子供たちも、もう新しいカリンバが届くたびに、今度は何届いたのなんて一緒に箱の中身を覗くんですけど、もうこのカリンバ、中身はもちろん末娘はこの箱がもうまず可愛いって言って、女の子が好きそうな色ですよね。アムーンで百合のものを貼ったんですけど、その時に一緒に購入していたこちらのマーメイドが残ってたので、貼っちゃおっかなとかね、それか無垢のものとこうちょっと左右にしてみたり、貼っちゃおっかななんて、どうしようかなって迷ってるところです。何もインレイがないものなので、自分でこういった感じでインレイシールとか、道具を持っている方は自分でバーニングペンで絵を描いたりとかして楽しめる楽器ですよね。シンプルなのもね、可愛いんですけどね。どうしようかまだ迷っているところです。こちらの塗装ありのものは今日発売なんですけども、速やかさんのツイッターをご覧になっている方は多分お気づきかもしれないんですけど、もしかしたらカリンバが近々発売されるかもしれないです。で、そちらも発売が開始されましたら私の方でもご紹介していきたいと思います。ぜひチャンネル登録をしてお待ちいただけたら嬉しいです。今回は以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画もお楽しみに。それではスズランコミチでした。